カラコの中には10マイルだけではなく30マイルのものがありますよね。実は10マイルで買うより30マイルで買った方が大幅にお得なんです。大幅にですよ。アメリカンサイズキューチェボーンチェケラ。あー、もうなんでカラコンってこんなに高いのかな。10マイルで1800円近くするのばっかりだし、ワンデーを毎日使うとしたら1ヶ月で5400円でしょ。あー、もう財布厳しいわと思っているそこのあなた、実はカラコンにかかる費用をうまく抑える方法があるんですよ。あの、何ですか今の。いやいやいや、全国のカラコンユーザーが一度は思ったことがあるであろうことをやってみたんだよ。あ、なるほど、そういうことですか。まあ、確かにクリアのコンタクトレンズと比較しちゃうとカラコンは割と高めなものが多いですよね。まあ、大体なんかクリアの価格プラス500円くらいしちゃうようなイメージです。うん、カラコンは色素をあの薄いレンズに挟み込んだりプリントしたりいろんなことする製造工程が発生しちゃうからしょうがないんだけどね。まあそういうことで今回の企画はカラコンにかかる費用を抑える方法です。いいですね。お財布事情が厳しい学生さんには特に聞いていただきたいですね。そうだね。大きくポイントが3つございますので早速ご紹介していきましょう。では早速1つ目のポイント、お得に買えるキャンペーンを利用するべしです。カラコンはいろんなところで買えますが、たまに何箱以上買ったら1箱無料とか、何箱以上で何円オフというキャンペーンをやっていることがありますよね。これが大チャンスですよ。特に何箱以上買ったら1箱無料のキャンペーンは、要はまとめ買いしたら合計価格から約 20% から 30% くらい割引しますよって言ってるのと同じですからね。もしご自分の好きなカラコンでこのキャンペーンをやっているのを見かけたら、ぜひ購入してみてください。レンズアップルでもちょうどキャンペーンをやっておりまして、宮脇さくらさんプロデュースのモラクや白石麻衣さんイメモのフェリアモリルムーンに、弊社のカラコンウェーブワンデーリングもキャンペーンを実施しておりますよ。3箱購入でプラス1箱無料でついてくるので、実質 25% オフで購入ができちゃいますね。お、めっちゃお得ですね。そうよ、概要欄にこちらのページのリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。2つ目のポイントは、10マイルと30マイルがあるカラコンは30マイルを買うべしです。カラコンの中には10マイルだけではなく30マイルのものがありますよね。実は10マイルで買うより30マイルで買った方が大幅にお得なんです。大幅にですよ。もちろんカラコンの種類によって変わってくるんですが、例えばマッサガツバサイメモのカラコンエンジェルカラーバンビシリーズヴィンテージワンデーヴィンテージグレー、こちらのカラコンは10マイルで1848円ですが、30マイルだと3740円。実は10マイルを3箱買うよりも30マイルを1箱で買った方が1804円も安いんです。初めてつけるカラコンであればお試しで10マイルでいいと思いますが、リピ買いする場合は絶対に30マイルで購入することをおすすめしますよ。3つ目のポイントは、カラコンの使い分けをすべしです。10枚のカラコンしかない商品って結構ありますよね。大人気のトパーズやモラク、ハルネなどがそうですかね。これは先ほどお話しいたしました2つ目のポイントと絡んでくるんですが、10枚入りだけではなく30枚入りも取り扱いのあるカラコンはまとめ買いで
お得に買えますが、10枚入りしかないカラコンの場合はそうもいきません。10枚入りのカラコンってだいたい1800円くらいですよね。まあ商品によるけど、そうだよね、10枚入りで1800円のワンデーカラコンを両目分毎日使うとすると1ヶ月で1万800円にもなります。これ結構きついですよね。なので特別な日に使う用のカラコンと低価格で買えるデイリー使いしやすいカラコンの2つを並行して使うと良いと思います。特別な日、例えば休日のデートとか旅行ですかね。休日には大のお気に入りだけどちょっと高いカラコン、平日の学校とかには低価格で買えるカラコンといったようにすると、だいぶ月の出費が抑えられると思います。低価格で買えるデイリー使いでおすすめのカラコンはこちらのウェイブワンデー UV リングプラスフラワーコレクションシリーズはいかがでしょうか。10枚入りで780円、30枚入りで2180円とかなり低価格ですし、カラーもブラウン系でとても使いやすいと思います。ここでカラコンを併用した場合、1ヶ月でどれくらいお金がかかるのか計算してみましょうか。分かりやすく1ヶ月30日のうち10日分を1箱1760円の大人気のトーパーズ、残りの20日分を先ほどのウェーブワンデーフラワーコレクションシリーズを使う場合で計算すると、トパー10枚入りを両目で2箱買うと3520円、ウェイブフラワーコレクションシリーズを10枚入り両目で4箱買って1300円、はい、合計でなんと6640円。もし仮にトパーズを30日分両目で使う場合は6箱で1万560円になりますので、それと比較すると約4000円分も作りいくことになりますね。おー、おしゃれランチ3回ぐらい楽しめちゃいますね。そうだね。なのでぜひカラコンの塀をやってみてくださいね。さて今回はカラコンにかかる費用を抑える方法をご紹介させていただきました。概要欄に今回紹介したコンタクトレンズやレンズアップルのキャンペーンページの URL 貼っておくので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは素敵なコンタクトライフをお過ごしください。ということで今回はここまで。この動画に満足いただけましたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。30枚入りで2180円と書いてました。書いてましたね。いけるかと。だめだめ、買い替えだけ。